まあ、僕は世の中的にも結構人気なんだよね。タンパくん、タンパくんってね、もてはやされてね、ありがとうございます、ありがとうございますなんてやっちゃってるんだけど。皆さんこんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。このチャンネルはきなこの可能性を本当に信じてる私が、その探求の過程を皆さんにシェアしていくという類まれなるきなこチャンネルとなっています。見てくださって本当にありがとうございます。今日はきなこの栄養素シリーズをやっていきたいと思うんですが、きなこの栄養をみんな気にしちゃってると思うんですね。で、この企画ではきなこに含まれる栄養素、ね、それぞれの栄養素とお話をしてしまおうというレアな企画をやっております、遠隔で。で、前回はイソフラボンのイソさんという方に出ていただいたんですけども、もう愛されも嫌われもしないという結果でした。今日はなかなかのイケメンと回線がつながっておりまして、なんとね、タンパク質のタンパくんという方と回線がつながっています。もう楽しみなんですけど、不安なんですけど、ちょっと呼んでみますね。タンパくん、タンパくんよろしくお願いします。聖子さん、はじめまして。僕の名前はタンパくんです。職業は大豆タンパクをしています。今日はよろしくね。タンパくん、今日はよろしくお願いします。きなこスペシャリストの聖子です。今日はいろいろ質問させていただきたいと思うんですけど、私きなこのことで人とお話をするときに結構聞かれる質問があってね、きなことソイプロテイン何が違うのって結構聞かれるんですけど、どんな風に答えたらいいですかね。やれやれ、聞かれますよね。僕も聞かれるんだけど、全然違うよね。原材料はこれ、大豆、これを使うわけだけども、その加工の仕方が違うわけだよね。まずきな粉、めちゃめちゃシンプルだよ。この大豆を煎って粉にするだけ。こういうのを物理的加工って言うんだよ。他に何も入れてない、シンプルだよ、ナチュラル、それがきな粉だよね。プロテイン、手間かかってるんだよ。まずな、大豆は大豆でも脱脂大豆ってのを使うんだ。こっから脂肪を抜くわけだよね。そんな科学的な加工をするわけなんだけどさ、そこにビタミンとか甘味料とか入れて手間かけて作ってるのがプロテインなんだよ。まあ、タンパク質の英語の名前がプロテインっていうからややこしいよね。わかるよ。なるほど、加工の仕方が違うんですね。わかりました。あとよく聞かれるのが、きな粉とプロテインどっちがいいのって聞かれるんですけど、いるね、そうやってすぐ白黒求めたがる人がいるよね。僕はね、用途によると思ってるんだよね。例えば筋トレめちゃめちゃして効率的に筋肉つけたいって人もいるよね。脂質をカットしながらモリモリになりたい、タンパク取りたいって人もいるだろう。そういう人はプロテインがいいのかなっていうふうに思うよ。今はさ、ドリンクに溶けやすくなるようにめちゃめちゃ細かくなってたりとか、いろんな味も出てるじゃないか。僕はね、どっちもいいと思ってるんだけどね。聖子さんはどうしてきな粉を食べるのかな。もう単純に味が好きなんですよね。で、大豆を煎った粉じゃないですか。香ばしいでしょ。もう美味しいし、和菓子にも合うし、ご飯にも合うし、もう味が好きっていうのはあるんですけど、でももちろんナチュラルだからっていうのもありますよね。なるべく添加物を取らないようにはしてるので、そういう理由もあるし、そうだからきな粉にタンパク質だけ含まれてるわけではないことは知ってるんですけど、もう味が好きで食べてます。しかも私筋トレ結構しますよね。そこそこね、ついてるかなっていうふうに思うんですけどね。そうだそうだ、そう、その大豆なんですけど、タンパクはこの大豆の中にどれくらいの割合で入ってるんですか。うん、すごくいい質問だね、聖子さん。僕たちはね、大豆の品種にもよるんだけど、だいたい 25% から 40% くらい含まれてるんだよ。他に何が入ってるかって、それは三大栄養素の残りの2つだよ。炭水化物と脂質。彼らと仕事してるんだけどさ、ね、だからその割合によって大豆の味が違ってくるわけ。面白いだろ。だから僕だけ注目されちゃってんだけど、ね、僕がダントツに一番多いわけではないんだよね。そして彼らもいい仕事をするんだ。他にもビタミン、ミネラルもたくさん入ってていい仕事してるわけだよ。僕は彼らの仕事を尊敬してるよ。そっか、だから例えば同じ黄色い大豆のきな粉でもいろんな味があるわけですよね。なるほどね、そういうことか。面白いな。タンパク、
ところでね、ちょっと聞きづらいんですけど、そもそもタンパク質って何ですか？どんなお仕事されてるんですか？もちろん食べ物にも含まれてるし、聖子さんのその体を作ってるんだよ。僕には見えるよ。だいたい 15% から 20% くらいタンパク質でできちゃってると思うんだけど、まあ、体を作るっていうと体重とか思うかもしれないけど、組織を作ってるんだよ。いいか、聖子さんのその骨、そして筋肉、肌、髪、爪、僕たちの仕業です。頑張ってるんです。いいね。そうしてエネルギーにもなってるんだよ。今聖子さん考えながら聞いてると思うんだけど、考えたり笑ったり泣いたり、そういう動作も僕たちは手伝ってるんだよね。なんかもう一日ずっと忙しそうなんですけど、うん、まあね、僕たちもそうだし、いろんなタンパク質仲間知ってるけど、みんないい仕事してるよ。ほら、鶏肉タンパクさんとかね、体内で一切休まずチームで頑張って仕事してますよ。チームなんですか？そうだよ、僕たちは単体じゃないんだ。アミノ酸の集まりなんだよ。アミノ酸ってね、20種類あるんだけど、そのつながり方とか割合で全部違うんだよ。タンパク質が形が違うんだよね。だから例えば僕たちはニュータンパクさんたちとはちょっと形が違うんだよね。ああ、そっか。アミノ酸って結構効きますよね。スポーツドリンクの裏側とかにも結構書いてありますよね。名前が横文字で覚えられないやつ、バリンとかロイシンとかね。そっかそっか。ところでタンパクンは植物性のタンパク質じゃないですか。お肉とかお魚の動物性のタンパク質と比較するとどうなんですか？それね、本当によく聞かれるんだけどね。僕も卵とか肉とか魚とかいろんなチーム知ってるんだけど、みんな独自のいい働きをするのよ。ねえ、どれがいいとか劣ってるとか、どっちがすごいとかすごくないとかじゃないんだよね。オリンピックじゃないんだからね、1位決めてるわけじゃないんだからみんなマーケティング戦略に乗りがちなんだけどちょっと待ってくれね。まあどれがいいとか悪いとかじゃないと思うんだけど、僕もね補ってもらっているんだよ、動物性のねタンパク分たちにね。だからね補完し合ってるわけなんだけど、あえて言うなら僕たち植物性のタンパク質も動物性に劣ってるとは思わないよ。僕の量と質の話をしようね。まず量の話をしよう。こんな表を持ってきたよ。これは食べ物の中にどれくらい僕たちが入ってるのか含有量を見たものなんだよね。一見して入り大豆めちゃめちゃ多い気がするでしょう。だけど入り大豆 100g 食べないよね。聖子さんくらいだよね。コラネシ食べるんだろ。だから蒸し大豆と肉を比較しようよ。結構僕たち入ってるんだよね。量結構入ってる。だから彼らにも、まあ、劣らないっていうところがあるよね。あとは質の話をすると、実は僕たちいろいろ比べられちゃってるわけよ。他のタンパク質チームとね比べられちゃってるんだけど、アミノ酸スコアっていうのがあるんだけど、まあ自慢じゃないけど僕たち100もらっちゃってますからっていう感じなんだよね。恥ずかしいな。アミノ酸スコア気になる。何ですか？教えてください。もちろん僕たちタンパク質で職業もね大変なんだよ。評価されてねいるんだけど、何で評価されてるかっていうと、必須アミノ酸の量とバランスなんだよね。さっきアミノ酸のお話したね、20種類あるって言ったよ。で聖子さん、そのアミノ酸を自分の体の中で合成することができてるんだよ。すごいね。だけどごめんね、その20種類のうちの9種類はできないのね。聖子さんにもできないことがあるんだよね。そのできないアミノ酸を必須アミノ酸って言うんだけどね、その9種類の必須アミノ酸の量とバランスで評価されてるわけ。そして僕は、まあ、100取っちゃってるわけなんだけどね。スコア表があるよ、見るかい。こんな感じなんだけどね。っていうかお米にもタンパク質って含まれてるんですね。そう、これはね、お米にはリジンっていう必須アミノ酸が足りてませんよって意味なんだけど、そこに大豆タンパク、僕らのチームね、これを足すことでアミノ酸の体内利用効率を高めることができるんだよね。私毎朝きなこご飯食べてるんですけど、それいいってことですよね？最高です。よかった。私たち1日にどれくらいタンパク質取ればいいんですか？参考に厚生労働省が出してるのをここに見せるね。活動量によって違うから、あくまでも目安だからね。
ちなみに聖子さん、1日 30g はきな粉を食べてるって言ってたけど、そうすると僕たちタンパク質をきな粉だけで 10g くらい食べてる計算になるね。お、私他にも豆乳も飲むし、動物性のタンパク質も結構食べるので多分足りてますね。よかった。やっぱり足りないとダメですよね。まあそうだよね。体を作ったりエネルギーになったりするのが僕たちの仕事なわけなんだけど、なかったらね、聖子さんの体 もうボロボロでガサガサでカメラの前でも笑えないんじゃないかな。そして YouTube のネタももう思いつかないみたいになっちゃうかもしれないから、積極的に撮ってほしいよね。あと大人の聖子さんだけじゃなくて、成長期の子供とかね、みんな正しく食べてほしいと思うんだよね。聖子さん、最後にいいかい、言わせてもらいたいんだけどさ、まあ、僕は世の中的にも結構人気なんだよね。タンパクンってね、もてはやされてね、ありがとうございますありがとうございますなんてやっちゃってるんだけど、僕だけ食べててもダメなんだよ。いろんな栄養素と共同作業するのがすごく好きだからね、いろんなものと組み合わせて積極的に食べてほしいと思ってるからね。そして聖子さん、きな粉好きだと思うんだけどね、いろんな食材と楽しく組み合わせられるように、これからもいろんなレシピ期待してます。タンパクンでした。ありがとうね。またね。タンパクンありがとうございました。結構クールでしたね。イケメンだったと思うんですけど、いかがだったでしょうかね。タンパク質やっぱり大事だし、私たちの体を作ってくれるしね、こういう行動にもね、ヘルプしてくれてるようなんですけどね、再認識しました。そしてタンパク質だけじゃなくって、他の食材とも組み合わせたり、植物動物組み合わせて楽しく笑って食べるのが一番ってことが分かりましたね。ということで、私は最後食べたいと思うんですけど、これです。毎朝食べてるきなこご飯をお見せしますが、私はいつもちょっと大きめのお皿にご飯を入れて、今日は黒豆のきなこなんですけど、どれくらい入れるかっていうと、毎朝やってます。もうね、適当なんですけど、数えないんだけど、同じくらいの量を結構入れますよ。もう1対1くらい入れて、あと私が好きなのはこうね、ごまも入れると、ごまも入れてスプーンでこんな風に、見えますか、私はいつも混ぜ混ぜしますね。ね、だからちょっと大きな大きな器が必要なんだけど、そしてこのご飯の一粒一粒に一粒一粒にきな粉の粉が絡むようにすると、そうして本当は混ぜたいけどもう終わりたいからこんな感じにして食べてます。うんうんうん、補ってる。そういうことで、皆さん今日もタンパクを見てくださってありがとうございました。また新しい栄養素とコラボします。またね。ありがとうございます。バイバーイ。